ございます、おはようございますなんですけど、なんかちょっとなんか言ってるんですよね、電波が大丈夫ですかね、アプリがなんちゃらかんちゃら言って大丈夫かな、このまま言っていいかな、一回今何回か落としたんですけど大丈夫、なんか時々言ってきますよね、電波がなんたらかで、昨日、おはようございます、ちょっと今テストしてたんですけど、一回保存したりして、音がね、昨日音が取れなかったんですよね、取れたんですけど、聞こえてたんですけど、じゃなくて保存したらね、あれどうしたらああいう風になるんでしょうかねっていう感じで、もう賭けですねこれ。なんかピアノ遊ぼうとか夜のやつだったらもう絶対なんかもう一回やんのやですよねみたいな感じですけど、まあね、そういうそう思ってやります、なんかもうまあね、こういうのも一期一会という感じで、消えちゃったら消えちゃったって感じですよね、本当は残さなくてもいいのかもしれないしね、なんかって思いましたけど、なんか2回もお付き合いいただきました方もいらっしゃいまして、ありがとうございました。なんか今日も昨日もなんか、でも昨日たまたままだいたので、でもなんかやっぱりバタバタにね、全部なんか予定がズレズレにあれをぶっ込んだことでってなりましたけど、なんか今日は本当に今日は本当に時間がないので出かけるので、まあ、昨日はね父の運転手だったので別に運転してればよかったんですけど、でもまあね、一日あちこっち来ましたけど、でも昨日はなんかすごい空いてたのと、どこ行っても空いてたんですけど、警察おまわりさんがの数がなんか尋常じゃなくて、どこ行っても誰かが捕まってました、なんかそれで、あとそのどこだっけ、あれイークラとか六本木とかあっちのロシア大使館とかの方に行ったら、やっぱり警備がものすごいことに、ね、なってましたね。なのでなんかやっぱりなんかこう時代のっていうか、その社会情勢が街の雰囲気にすごい影響するなとか思って見てました。でだからさっさと行きたいんですけど、なんかやっぱり昨日2回やって思ったのが、やっぱりなんかそこの瞬間になんか、そこの瞬間しかなんかないんだなと思って、その喋ることっていうか、なのでなんか何でもね、本当はそうなんですよね、同じことって本当はないですよねとか思ったりしましたけど、絶対なんか同じようにやろうとしても、そこの時空が開かないっていうか、その時そこにある時空しか開かないみたいな風に思いました。ちょっととりあえず行ってみたいと思います、お願いします、ありがとうございます。
終わりました。ありがとうございました。絶対半に終わるっていうなんか本当に今日はダメ。それでなのでやっぱ昨日の2回やった時にも思ったんだけど、やっぱり予定したらダメなんだと思って、もうその時に思ってることをもう言うしかないっていうか、そので今思ってることを言うとか、今朝思っあの昨日の続きだと思うんですけど、その流行ってることってあるじゃない、私の中で。瞑想今更1年もやってて、なんか不思議な感じでした。なんだろう、ちょっとこれまでやってないや。ありがとうございます。どういうふうまあいいや、なんかでもなんか昨日ぐらいから方向性が決まったんで、もう目的はなんか瞑想、当たり前なんですけど、やっぱいろんなピアノをやる、いろんな、まあ、基本エンターテインメントだから、その場そのこれとか、どっかのホールでやるとか、まあ、混ざってくるけど、やっぱ本当になんかこう用途じゃないけど、これはこの朝、特に朝のこれは、それ今言おうとしてたことと一緒だけど、もう目的はただ一つで、本当に瞑想なんですよ。今更言ってるって。で、瞑想って何かって今頃考えてというか、まあ、知ってたつもりだったけど分かってなかったっていうのに昨日分かってっていうか、それが、分かってっていうか、イメージがちょっと変わっ、イメージが私の中で少し具体的になったっていうか、それがその波形の話で、なんか波動とか、なんかちょっと怪しいって今更言ってる人もいないかもしれないけど、だけど、いや本当になんかこう普通の話だなと思って、波動、乱れてるって。だからやっぱ言葉ってよくできてて、そのなんか今この、普通に何か場がね、例えばその小学校の先生とかだって、もうここすごいなんかざわざわしてるとか、その落ち着かないとか、ガサガサしてるとか、そういう言葉ってすごいですよね。やっぱそういうガサガサとかざわざわっていうなんかのって、もう誰でも子供でも分かるじゃないですか。でそういうのっていうのが波動がこうぐじゃぐじゃぐじゃってなってるので、でなんかシーンと静まり返ったとか、なんかシーとか、なんか フランス人とかスって言うけど静かにみたいのとか、なんかそういうのを、そういうのだとこう、確かに波動っていうか、このガチャガチャしてた波が綺麗にこうみんなの波がなってるっていうのは、なんか普通にわかるじゃないですか。でその個人の中でもなんだかんだで外からの刺激でぐちゃぐちゃしてるやつを、で私なんかその矢じろべえとか平均台みたいののこう大揺れしてるのがこうピッて止まった時って、なんか死んでるっていうか脱力してるわけではなくて、そのなんていうの、バランス取ってる陰陽陰陽っていうか、それが超高速で、しかも超こう微細になってるから止まって見えてるやつで、もし死んでたらこうタコみたいに下に落っこっちゃうやつみたいな感じのところに、人間が自分が戻すためのツールっていうか知恵っていうかなんですよね、瞑想ってね。そう、当たり前だったんですけど、で当たり前だったんだけど、それで戻すための知恵で、その時に音を出すっていうのも結局そういうことだったっていうか、波を作るのが音を出すだから、その別にピアノいらないんだけど、なんかしょうがない
くてやってるっていうか、だったらなんかもうそのあなんてその全力どっかに向かって全力コミットっていうか、その目的をはっきりさせたいと思った時に、やっぱりそのご縁があって聞いた方の波動を整えるっていうのがもう唯一の目的じゃないですか。そんななんかなんかあの面白かったとか、まあ、あの話はねなんか面白かったってあるかもしれないけど、でそういうの昨日思ってて、それでなんか結局あのなんかうまく言えないけど、リセットその結局そのなんていうのかな、全部チャラな、全部チャラっていうか全カード全取り替えとか、なんかリセットボタンを押すとか、そういうのでさって一回こうなんかさって一回消しちゃうやつってあるじゃないですか。なんか子供のそういうなんか絵描くようなやつでも、ああいう感じ、あっていうかあのあれですよね、デリートって言って、あのパソコンにいっぱい字が書いてあったのを一瞬であの全選択してパッてデリートするみたいなあのの、なんかツールっていうかじゃないですか、瞑想って。だからあのそれがそれでそういうこと思ってたら、なんか今朝ふと思ったのが、なんかそういえばちょっと飛ぶかもしれないけど、でも私の中ではつながってて、なんかあの物事とかあのなんていうのかな、まあ大きなことも小さいこともそうだなと思ったんだけど、結構私物事とかその日常とかでなんかあの問題とかトラブルとか嫌なことってなある時に、そっちはもう起こり終わっちゃってるから、もうだって出現しちゃってもう個体化してるっていうか、だからもう起こり終わった個体はすっごい動かすの大変重いし、そこに行ってあのそれが人だったら話し合うとか、物だったらなんか撤去するとか、まあ、それもあれなんだけど、あのもうそれはなんかそれよりそっちはもう怒っちゃったから、もう一刻も早く、今作ってるものの方、今作ってるとか今何にもないものっていうのは次の瞬間起こることだから、そっちの起こっちゃったこととか重いことにを何とかしようとかしてると、まあつまり物理次元っていうか力を使ってとかやってる、そっちにあのそれこそそっちに気を取られると、あのよく言う今ここにいなくなっちゃうっていうやつだけど、そっちはもうしょうがないっていうか、もう動かないっていうか、もう終わっちゃったっていうか過去だっていうことで、あの一刻も早く次の未来もどんどん作ってるわけだから、あのまだ何にもないっていうか、その0から1のところにもうそっちは捨てて、怒っちゃったことはもう捨てて、そこもう気持ちもそこにはあのなんかくよくよとか後悔とか言ってる場合じゃなくて、もう早くしないとまた次の瞬間もそれになっちゃうから、あの今の瞬間それをやってたら、あの今01になってるそのあうんとか見えないところから物事を起こしてるところもそれにな、その波動になっちゃうから、波動って結局あうんの、あの物事が生じる前のところっていうか見えないところじゃないですか。だから一番こう柔らかいし軽いしっていうか質量がないから、あのもう1あ多分あの魔法ポイントっていうか指の1ミリとか、指の1ミリどころかあのなんちょっとしたこう刺激であの波が動かせるじゃないですか、微細なところだから。で片やもう怒っちゃった現実はもう全力のなんか筋力とかパワーとか意志とかでもものすごい重いじゃないですか。でそれをこうすごい予算とか人力とかで動かしていくっていうやり方もあるし、必要なんでしょうけど、その起こる前のなんかあのもうすぐきこう微細、本当にあのなんていうのかな、軽いところっていうか、そこは
聞くじゃないですか、聞くっていうかその力がいらないっていうか、でそっちにでそんなにそうそんなにちゃんとやってないけど、そ気をつけてんのはそっちにいれば、あのだから早くそのなんか怒っちゃったことよりも、もうその今という未来、今という未来ですよね、今未来を作ってるからあのって思って切り替えて、じゃあ今 何やるって言って、あのっていう風にしたいと思ってるけど、もっと短いスパンで、あの瞑想ってちょっとなんていうのかな、体調を整、現実というよりは自分のこのなんか体調を整えるとか、なんていうのかな、その何かをやる前のメンタル整えるとか、もっとこうもっと身近な話な気がして、でなんかそういえばなんかそのだいたいあの起きた時ってどうか分かんないけど、その今日どうかなって、結構私もギリギリで暮らしてるから今日いけるかなっていうか、今のなんか 今のだってなんか絶好調の日なんかあるわけないじゃないですか。それであの今日はどこが どうかなみたいなのって、その時に何かそこにそれにやっぱりなんか対処しようとしがちっていうか、ここが痛かったらそこの痛さをなんとかするため あの対策とか、なんかやっぱりそれってやっぱり起こり終わっちゃった現実をすごい力で対応してるのに同じだなって今朝ふと思って、それよりやっぱりそれはもう起こっちゃったから、あの今ある未来っていうのはまだ起こってないやつだから、今ある未来の体調じゃないけど、あの作る新しく作る方に立ってなきゃダメだなってすごい思ったんですけど、なんか当たり前って当たり前だけど今朝はそう思ったんですよ。それでということは、あの今どうなってるかあんまり関係ない、今どうなってるかは関係なくて、今ない今ここにある未来を作る、自分が作れるはず でちょっとした違いだけど、なんか結構なんか軽いっていうか、あのなんていうのかな、やっぱりなんかその今ある問題とか不調とかにフォーカスするとってよく聞くけど、まあ確かにそうだなって、 だけどその話って本当に僅差の微妙なとこ、なんか話で聞くとあそういうのでなんかあのトラブルにフォーカスしていけません、そういうので今ここってそういうのってこうボンボンって感じがするけど、自分のこととして思うと、もうなんかそれとこれとはなんか1ミリ違いみたいな、ちょっとしたこう気持ちの持ちよう、まあ気持ちの持ちようかもしれないけど、でそれでなんかその音を作るっていう、音を作るっていうこととめっちゃ一緒だなって思った。体調を作るとか健康を作るとか、あと精神安定状態を作るとか、なんかわかんないけど、やっぱり結構あの結構なんかね、被害者っていうか受け身で、あ今日こうなってたみたいな、なんかなんかに神様にやられたじゃないけど、あ今日はこういうここがこう痛い日だみたいな、なんかすごい無力な、なんかその天気に抗えないみたいな感じであるけど、もう1ミリこう1ミリっていうか手前あのの時間的な、あだからあれだそれだ、あの 0. 点何秒前にっていう話、あので、思考が動く 0. 点何秒前に動くって、そこのポイントの話なのかもしれないけど、あのその問題があったとか どっかが調子悪いとか、そういう起きた瞬間とかに思った、それに乗っていっちゃったら、なんかの思うツボっていうか、私がそこ自分の人生作ってないっていうか、でずっとこう被害者でいっちゃうみたいなのを、0.1 秒とか前っていうか、その音を作るっていうとすごい分かりやすいんだけど、音ってだって鳴ってないじゃないですか最初。
それでもうすでに、あ、なんか音が鳴っちゃってて、そこの音に私がこうついていって、それで「ああ」って言ってるみたいな感じに現実やってるような気がして、その本当に何にもないところから本当はそうやって日常全部全部一緒のはずだから、音を作るみたいに私は現実も作っちゃってんだなみたいなことを今朝思ったっていう感じですかね。ちょっと分かりにくいかもしれないんだけど、なので音を作るっていうところが私の中では、私のというものの作業っていうか行為の中では、音を作るっていうのが一番厳密なんですよね。だからそれに引っ張ってもらうっていうか、そこがこう先導してくれて、他のこともその感覚みたいな感じでやったらいいのかなと思ったりなったりして、なので例えばこの朝、そのなんだかそのわざわざ聞いてくださってる方に向けて弾く時に、やっぱリセットボタンになったらいいなと思ったリセットボタンっていう役割だなと思ったんですね、そのこのピアニーノは。でっていうのは、私もこれでリセットしてるので、そのなんかリセット波動じゃないけど、何かが伝わるかもしれない。リセットっていうのは何かって言ったら、ぐちゃぐちゃぐちゃっていうしてるやつをこうだから本当にこうなんか切り離れたものでは、リセットとか言っちゃってるけど、同じものなんですよね。それがなんかやっぱり私、そのやじろべえとか平均台って思ったら、私はすごい分かったんだけど、別になんかぐちゃぐちゃしてる悪があって、それを切り離して捨てましょうじゃなくって、波だから同じ波で、そのガチャガチャガチャって、その例えば平均台の上で落っこちそうって言って、こう一生懸命こうやって大揺れしてバランスをとってるのが、でもだってガチャガチャして世の中とし自分だとしてもバランスは取れてるわけじゃないですか、頑張って。だからその大きな波を、同じ波を、全く同じものを、同じ素材を使って、それをこう整えて、だから何かを持ってないとかじゃなくて、状態が悪いだけだから、それをきれいな波に一刻も早く整えるだけのことだから、結局もともと何にもないっていうことにもなっちゃうかもしれないけど、だからなんかそんな感じなので、だからそのピこれなんか、だから共鳴なんだ。よくなんかやっぱりそうあの共鳴したい人のとこに行きなさいとか言うけど、なのでやっぱ怖いなと思うのは、なんか変なことになってたら変なことに共鳴しちゃうので、させてしまう。そんな力もないですけど、だからなんかできてるわけじゃないけど、願わくばって感じですね。そういうなんかことを思いましたっていう、ちょっとなんかそれが今朝思ったことでしたね。だからやっぱ常にそっちのとこに、だからそれがまた同じ話になっちゃうけど、達人とかの構えどころか24時間そういう状態で、あれですよね、そのスタート前のとこにいるっていうか、スタートとこにいるっていうか、なんか元締めっていうか、出てっちゃった方向に。ついてかないっていう感じかな、もしかしたら。ちょっとその感じもなんかあるんですよね。なんか動かない、不動、その震源地にいる自分はみたいな。だから震源地は波ないじゃないですか。で、震源地でこうちょっと微細な動きだけこっちで作ってれば、大きくなれば大きい波になるからみたいに、なんかやれたらいいんだろうなって、別にやれてないですけど、
そうしないといろんなこと同時にやってた時に、その展開した方にわーって行っちゃうと、なんていうのかな、なんか難しいですよね。だからそこら辺もなんかこう二重にっていうか、そこを一緒に行って楽しむ自分もいるけど、元締めっていうか、まあ、手綱を握ってる人っていうか、なんかが必要なんだろうなみたいな、そこに立ち戻るみたいなとか、まあ当たり前っちゃ当たり前だけど、瞑想の役割かなと思ったので、やっと1年ぐらい経ってっていう感じですかね。なので、そうするとまあちょっとなんでやってるんだろうっていうのではなくなるので、なんかちょっと方向性が、だから同じ音がとかそういうこと、そのメロディー的にとかそういうことより、質の高い、なんか除夜の鐘じゃないけど、一音一音質が高い、そのね、瞑想のための音だとしたら、それはそっちはそっちで、そっちはそっちでってちゃんとこう分けていって、でもまあつながっちゃうんでしょうけどとか、そういうことを思ったりしましたっていう話でした。でも全部、多分全部同じですね、全部同じ話ですね、きっと。インド音楽とかもなんかもっとそうだろうし、別に賛美歌とかだってそうなんだと思うんですけどね、そういうやつは。で、逆にまあ思いっきりエンターテインメントっていうのはそれはそれで、でもやる人はやっぱり同じっていうか、質の高いエンターテインメントを作るんだったら、やっぱり何にも変わん、そのあり方は変わんないんじゃないかなと思いましたっていう、なんか自分的覚書みたいな回になりましたけど、そんな感じで、今日は終わりたいと思います。今日は3月3日だ、ひな祭りでしたね。そうですね、なんかそうだね、なんか今日新月なのかな、なんかひな祭りで新月なのかな、なんかね、新たにスタートっていうのがいいのかもしれませんけど、では終わりたいと思います。今日が素敵な一日でありますように。ありがとうございました。では明日の朝にこれが音声が取れることを祈ります。本当に本当に千鶴さん、なんか今日のお話で何かが分かりそうです。何度も聞いて落とし込みたいと思います。いや、でもこれも私もなんか何かが分かりそうみたいな段階で言っちゃってるんで分かってないんですけど、もう多分その同じところにいると思いますけど、まあ、それを共有していくのもなんか皆さんの方がなんか分かってるかもしれないので、それもね、なんかよしさんが何かをもらうんじゃなくて、共にあることが大事なんですねっておっしゃってますけど、それと同じことか分かんないけど、それこそ共同とかつながってるとしたら、私が今ここまで思ったみたいなのをこう言うと、まあ、全体で一つだから、こう共有しちゃった方が誰かがなんか思いつくと、別に伝えなくたってなんとなくこうみんなで気がつくみたいなこともあるかもしれないので、なんとか集まれば、なんと文殊の知恵じゃないけど、結論が出てから言おうって言ってると、なんか思考になっていっちゃうのかもしれないし、まあね、そんな感じですけど、なんか大した話じゃないんだけど、私もなんか今朝ちょっと、なんか明るい感じがしたんですよね。そういうなんか考え方って、で結局その今ある現実全く関係なくなるじゃないですか。今ある未来って見えないから、でも今ある未来の方がもう、なんていうのかな、今ある現実が例えば95%わーって見えこう押し寄せてきてても、実はそれはもう終わってて、もう死んでるっていうか、死ぬところで、ほとんど今ある未来は今なんですよ。今ある未来は
あの未来のことは今しかできないから、で今ある未来はあの見えないからないように見えるけど、可能性としてはもうそっちは生まれる前だからどのようにでも操作できるし、あの今ここにある現実と全く関係ないから、関係あっちゃうのはこっちの現実に引きずられてるからだけのことで、だからあのだから瞑想なん、全部現実を消しちゃうっていうか、でその今ある新しい未来をもう真っさらなところから作れるっていうのは全員平等に持ってるっていう、なんか今のにこう今の目の前に見えてることで嫌な気分にならないで済むみたいな感じがしたんですよね。そうですよね、なんか何度も聞いてた話なんですよ。だけどなんかちょっと私的にはなんとなく実感が変わったっていうのは、言ってることは同じでもう 今の私のなんかその言葉に乗ってる何かがちょっとは変わるかもしれないですもんね、今だから、今旬の話はっていうことなのかもしれないですね。だからやっぱりその時のことを言わないと、同じ文字を喋ってもその瞬間言うのと後の瞬間言うのとではあの全然力が違うし、何も伝わらないのかもしれないですよねっていうことも今思いましたので、別にこれはなんか もし録画されてなくてもやっぱりそれはそれなんだなとかって思いましたってことです。コメントありがとうございました、千鶴さんも。では今日が素敵な一日にしましょう、だからするんですよね、ありますようにじゃちょっと弱いんですよね多分ね、なんか誰かに願っちゃってるじゃないですか、もうしますみたいな感じですよね、だってね作ってるの自分だからねってことでした。ではまた明日の朝に。ありがとうございました、失礼します。さあ録画できる、失礼します。